インデペンデンシアはペルー海軍が保有したフリゲート型装甲艦。南米の太平洋戦争でチリ海軍に撃沈された。本艦の武装配置と装甲配置を示した図。本艦の基本構造は艦首に鋭い形状の昇格を持つ平ら艦艦型船体に3本の搬送用マストを持つ装甲フリゲートで、船体中央部の1番2番マストの間に船橋を持つ環境が立ち、 主武装は上艦班の前後端部に配置し、副武装を艦内に配置していた。本艦の艦班上の武装配置を示した図。本艦の砲角部の武装配置を示した図。本艦の手法には、大砲技術の本場イギリスのアームストロング社の方を採用している。艦首と艦尾の端部にアームストロング150本路前、装填式格好を、単装砲がで一機ずつ。 計2機を、艦内の中間板上にアームストロング70ポンド砲を、原則ケースメート配置で、片原6機ずつ、計12機を配置していた。上間板と砲クルワブの床面には、ピポッティングスライドキャリッジと呼ばれる、円弧状のレールが付設され、その上に置かれた砲画を旋回、移動させることにより、砲角から大砲を出した方針を出した際に訪問を、 視点として褒備部を戦場に動かすことにより広い社会が得られた。これにより少ない門数でも迅速に家法を敵艦に向けられる工夫であった。ありがとうございます。